は生でも食べれるよ。活的告诉你是活的。哎，等等等等，说吗？这里看。上一集，宫本先生带节目组去了云南的大山里，经历了一次难忘的寻宝之旅。早在1993年就作为派遣员工来到中国的宫本先生，在29年间的走南闯北中越挫越勇。那时候我们职工有800多人，我是只有我一个老大嘛，然后有的人写了信发给日本总公司，老板这摆的斗争嘛，所以要大事就怎么样让宫本要走，让他回去。我还在记得企业的这个 A4 纸，企业的这些详细，企业的这个比较详细的报告，写的什么？职工要进车间的时候，就有身职工的这些心理的这些身体的心理物品要检查。这样的名义，宫本同事讲是要。公司的门口所有的女职工的身体要摸了以后，就工人要全部要哭起来了。それ事実なの？ありえるわけないね。多多少少就这样的报告全部发给日本，然后日本总公司是那时候不会说中文的人才了，所以他这个卷证发给我了，以后你麻烦你翻译一下，所以我全部好好翻译好了以后发给日本了。どんな気持ち？我想了解一下当时的你的感激是啥？いや、我是那时候打工嘛，职工嘛，那就来翻译的话，我一定要翻译好。一句话也绝对不错，我要看到字典也是一定要正确，要翻译，要发给日本。现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代。一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。那今天要拜访一下主人公的公司，然后这边是一个工厂，大家都看一下，我感觉是特别的 power word， 有一点怖い。是平你是就是雇佣员工的那个欢呼是吗？让你变瘦、变美、变健康，哇，可以减肥、变美，好健康的，是这个意思对吗？我感觉像那种骗子。啊，说真的可爱哟呢。可爱。那我们坐这边走吧。你好，谢谢，进来，因为我们要换鞋子，换鞋子，对，换鞋子，换鞋子很日本的感觉，我完全没有违和感，因为是我们是日本人。你好，来ました，お待たせしました。こんにちは。こんにちは。どうも。よくいらっしゃいました。簡単に紹介をしますね。はい。まあ、ここがうちが必ず全員これで体重と体脂肪を必ず測ってます。もう1年以上続けてます。そういうことまで。すごい気がして。もう必ず達成していただかないと。まあ、あと毎週理解テストだとかですね、あと人事評価も360度ということで全員で評価してるんですよ。懐かしいです、その知ってます、360度評価。そう、全員がお互いをね、だから部下から上司も評価するし、同僚同士も評価するし、上司が部下を評価するし、だから他の部門も別の部門の人を評価するしということです。私も会社員時代にやってました。すごい日本式と思いました、はい、思ってやっていただく。なんかここのテーブルだけ形が違いますね。交流をしていただこうということで六角にしてます。見えるように六角、お互いにね、背を向けないように。ちょっと你好，你现在写什么呢？我在写文章。
下一周的工作计划表。为什么要让大家看到呢？我写上去的话，大家就会知道我们在做什么工作，以及需要配合的事情，安排好他们的工作时间。今後まあ3週間の予定は全部ここにできるだけ表示するように。すごい、全部見える。360度評価でもみんな見て、スケジュールもみんな見れるようにして、さっきのテーブルも交流できるようにわざと見えるようにして、体重も全部見える全部全部暴かれるってことですね。そう、 BMI は20から25必ず。体脂肪は男性は 20% 以下、女性は 30% 以下、これは必須です。那艾克桑早上有没有胖的人？我不好说你很胖呀，是吗？那在这里过来看一下吧，真的很明确。我不好意思说你为什么还在胖呀什么，我不好意思说呀。经营着一家生产健康食品公司的宫本先生，要求员工们要首先做到自己身体健康。痩せすぎた人間が3名ほどここにいますけど、もう ほぼ全員 BMI も体脂肪も全部標準の中に入れてます。如果是女生的话，爱运动女人。关于一个的是这个表是宮本さん自己做的。对，我自己做的。哦，是自己做的。私これ大家我想给。注射不孝顺嘛。不孝顺是为什么不孝顺？だって親よりも早く知るのは親不孝でしょそれは。そうじゃないの？でもね、そういうふうに多分考えた親とかって考えてないと思う。これは日本のデータだけど、 BMI が低すぎる人は明らかにがんや心臓病や脳血の一血の可能性が高いわけ。それでこれ寿命で言えばもっと典型的にすごい、ね、痩せすぎも太りすぎも寿命が短くなるわけじゃん。あ、太りすぎても痩せすぎてもね、それは健康じゃないんで。もうだから健康じゃないっていうことが親不孝だとか、自分が自分を殺してるっていうふうに考えて多分やってる人っていないんですよ、ね、ちょっと意見あります、いいですか？あ、お願いします。授業始まりました。はい授業始まりました。日本の格言。あ、全然知らない。明治時代。まあちょっと。これも也有说寿之父母、身体发肤受之父母。对。对。当然是。知らないのは私だけじゃん。感觉就我就一个人没有教养的感觉。宫本先生原本是被派到这家公司来负责管理的，但四年前公司突然决定撤回日本。会社が雲南から撤退をするという時に、じゃあ私は残りますと言って、それで会社を私が引き継いだような感じになって。あ、そうなんですか。それで今独立して。すごい、そういうパターンもあるんですね。まあ一つはお客様との、ね、供給関係があるから簡単に辞められないよねというのと、まあ、一番多かったのは私は社員がね、自分のついてきた社員がいるから、まあね、ほっといて辞めるわけにもいかないじゃん、うん。为了员工们的 BMI 能够达标，公司提供一天三顿的特别餐。据说菜谱都是由宫本先生亲自考虑的。这个是什么呢？控糖面，是控糖的面。啊，对，就是我们的就是基本上都是控糖的。控糖的菜谱看起来是和平时我们吃的一模一样。いただきます。うん、ちょっと硬いけど味は美味しい。稍微有硬有嚼劲，但是味道是完全没问题。我的面好吃。嗯，不太一样，就像感觉なんかね、薄揚げ、薄意大利面也有点像，然后也感觉像那个豆腐干。哦，豆腐。豆腐。嗯，不是，那个和平时我吃的那个炒菜一样的味道。我以为是这种健康菜嘛，就会是没有味道。
没有甜味，也有没有咸味，任何味都没有，就是自然的味道什么的。但是不是的，就无锡，すごい无锡。嗯。ここは私のプライベートの会社内のプライベートの空間です。うん、いいですか。はい。まあちょっと本邦初公開。これは本邦初公開。あ、ごめんなさい。これはちょっと失礼します。すみません。ちょっと待って。という形でまたすごいから。またすごいからやばいからだからちょっと待って、もう考えたことはね、必ず記録するということが私はなんかさ、スティーブ・ジョブズってこんなんだったんじゃないかみたいな。まあ我感觉这边有个宇宙宇宙ここにすごい、まあ、できるだけ思いついたことや考えたことは記録して、できればでここでその自分の考えしっかりまとめてないと社員に直接ね、いろいろ喋っても社員混乱するじゃん。だから自分で消化できるようにしてからしか、ね、あんまり社員に言うと申し訳ないんで、できるだけここでだって勉強しようしないから、だいたい趣味は仕事か本読むか、まあいろいろね、面白いじゃん考えると。まあいろいろね、問題はあるし、仙人みたいですね。よし、下面だって説教図よ、用意しよう。何これ、何これ、何これ、站着站着、然后他们拿出来把猪把拿站什么猪把拿出来，然后导致血压增加，血压上升，就是咱们所说的高血压嘛。这个会不会累呀？有很多血栓，这个脑血栓呀、脑梗啊，这都是。面对这么多奇怪的规则，员工们又作何感想呢？有意义的，就我有想提的，就我有这么一个意见想跟宫本先生说，就我觉得这个东西不合理，趁现在。有吗？好，我去去，我去去，你们干好事。可以打马赛克吗？可以。都保护。快改的批。不是快，就是可能宫本先生他是一个日本人，他做事非常的严谨，就是一个事情一个。我们觉得一个很小的事情，他非要去抠细节啊，比如说做产品吧，这样的一个表示，哪里的图片怎么放，放什么角度，放多大的大小，他每一个细节他都要亲自去来过问的。多少大小？对，黄金比例，黄金比例，哇！然后对这个口号好不好？因为他中文不好，他就问这个中国人能理解吗？要问很多很多人，他员工问的意见要去问他的朋友。反复的要去确认，会议多也是因为这个原因，因为所有的问题都是要会议讨论决定，每一个细节方面的都是要讨论开会决定的。看时间，做人吧，看不可以耽误他们的时间。如果要的话，另外准备开会也行。另外准备开会。その60とか65で、まあ、サラリーマンを定年してっていう風にして、まあ、退職するわけじゃないですか、そのシステム上だけど、その挑戦する気持ちは一体どこから湧いてくるのか。だって生きてるんだから挑戦しないと、ね、死んだ方がいいじゃん。だからいやでも今ね、今でも環境のためを言えばね、死ぬのが一番環境のためだよ。それまたフェイリアはですか。かな你们年轻所以还不懂，但是到了我们的年龄，这就有我们今后最大的契机是拜拜了。对，我们的事就这样了。你知道还有做什么呢？还有找个小老婆吗？没有，没有意义这样的事情啊，那就老死以前就要做有点事情嘛。こうしてると思いますか？プロセス、失敗も過程だし、成功も過程なのよ。そうでしょ？何も結果ってね、死ぬことだけだもん。いやない、他にないでしょでも。成功も失敗もね。
どっかで終わるわけじゃないから。東京とかは。あの中国の昔の格言みたいなの、じゃ書きます。書きます。うん。すごいよね中国は。为天地立心，为生民立命。未完身尽绝学，为万世开太平。すごい。だから今から1000年前に書いた人の言葉じゃん。でも本当この通りじゃんと思うんだよ。だから今みたいにこう、まあ、物欲でお金持ちになればいいとかうんぬんかんぬんということだけに地道を上げて、ね、それだけを人生の目標にしていったって満足感あるのはもうちょっと違う、まあ、社会が良くなればいいんじゃないのというのもね、うん、まあ人生の目標とすれば一番野心がでかいじゃん、うん、宮本さんはこちらの番組名覚えてますか？和の夢それ会社名だから。あ、それ会社名だな。我住在这里的理由という番組です。我住在这里的理由、はい。我在这里的理由是ウトパン、ユートピア。だから自分の理想を作りたいということですかね。じゃあ本当に本当に最後の質問で、はい、何でしょう。と理想の死に方とか。のたれ死に。やだ。のたれ死に。のたれ死にね。ある日こう来ないから呼びに来たら死んでたというのがいいよね。ありがとうございます、はい、すごく最後に宮本さんらしい、うん、ボケないようにコメントをいただきまして、はい、最後まで楽しい、とんでも取材をさせていただきました。私寝るのはここで、そばで。これらはね、日本での糖質制限の商品。すごいじゃあ。私が率先して食べて効果があれば紹介しましょう。不能跟他说让他有一点不开心的事情。OK。对吧？说说。我結婚されてるんですか？え、照れてるの？なんで？我也有想说，就是立法。嗯。49岁。这个是哪一年就发了？2005年是第一批，一共才好像1000。现在是姑爷或者是小姐，80年代我们在说的同志，同志，毛你大金丝活动是在里边吧？记得哈，好，谢谢了，没事，没事，我有事啊。